核兵器の開発や使用などを禁止する核兵器禁止条約の2回目となる締約国会議がニューヨークの国連本部で開幕。被爆者が核廃絶を訴えました。核兵器の開発、保有、使用などを禁じる核兵器禁止条約は一昨年発行し、93の国と地域が署名しています。しかし、 核保有国や日本などは参加していません今日開幕した会議では被爆者が核廃絶を訴えましたウクライナとガザから伝えられる光景は被爆者にとってあの日の再来です核戦争が起これば何もなくなった真っ黒の街死体の山、死の世界が残るだけです

29日には広島市の松井市長が条約の実効性を高めるように演説する予定です。